く出てきなさい。アルゾ、どうした？またここへ戻ってきたのね。また？アーティファクトが、不可逆の懐中時計が発動した。この拠点に突入してからはもう二度戻っているわ。何があったの？説明している時間は前回以上にない。全力で向かってもベータの魔人化には間に合わない。どうすれば。見つけた。こんなところに隠れていたのね。タロウ、ジロウ、ハチ、ペスとその他、そこに並んで首を差し出しなさい。見つかった。アルファ様たちはお逃げください。ここは私が足止めを。ダメよ。その結果がどうなるかはもう分かっているの。アルファ様、もしかして戻ってこられたのですか？何？死にたくないの？だったらシャドウを出しなさい。私が用があるのはあの男だけよ。考えて。私たちが全力でベータのところに向かっても絶対に間に合わない。それに最後は後から来たアレクシア王女に殺されるはず。どうすれば。本当に見逃してくれるの？アルファ様？ええ、もちろんよ。ようやくシャドウの居場所を白状する気になったのね。気づいたのよ。シャドウをあなたと合わせたところでシャドウが負けるはずないってね。はあ？信じられないようね。当たり前じゃない。私は最強に至ったの。シャドウごときに負けるはずがない。適当なこと言ってると殺すわよ。だったら試してみなさい。シャドウはこの先の通路を抜けた場所にいるわ。いいわ。シャドウを倒した後であなたたちとも遊んであげる。アルファ様、どういう？もうすぐベータも魔人化に飲まれるところよ。そうなのですか？だけど今から全力で向かっても間に合わない。ベータは複数のシャドウの幻影を操って攻撃してくる。一方でアレクシア王女はすでに魔人化している。そしてシャドウに異常なまでに執着している。これらが私が未来で得た情報よ。魔人化した二人を相手取っても勝ち目はない。二人どころか一人でもね。だったら相打ちさせるしかないわ。アレクシア王女がシャドウに執着しているのなら引き合わせて相打ちさせればいい。ベータが作り出す無数のシャドウの幻影にね。なるほど。そこまでお考えなのですね。相打ちになった二人を制圧、その後に探すのよ。魔人化を解除する方法を。アルファ様、もっと具体的にこれまでに何があったのかは道すがら説明するわ。次は必ず救うとベータと約束したの。こんな問題を先延ばしにすることしかできないなんて私は無力ね。